え、そこで、そっちでいいです。こんばんは。4月11日午後7時になりました。いや今日はね素晴らしい演奏で始まりました。今日もやはり、生放送でお送りしております。今日ですね、先ほど仕事から帰ってね、夕刊見てくる暇なくてね、夕刊持ってきましたね夕刊持ってきたんだけど何が入ったかちょっと分かんないですね。一面には何ですか、小諸市長、それから東御市長当選、この社会面はなんだ、社会面はあ、やはり御柱ですね。46万人枠なんていう記事が出てますね。ということで、今日も生放送です。ところでね、こちら大島さん、ここに書いてあるこの笛は何笛、読めねえな、難しくて、何笛ですか。一応これ担当的、担当的、はい、担当的の4課って言うんですけど、はい、まあ、その詳しい説明は後で。あ、そうですか。はい、今ね、ご紹介する前にお話ししていただきましたけども、担当的、はい、担当的奏者の大島さんに今日おいでいただきました。よろしくお願いします。お願いします。そうですか、その説明は後で、はい、ちょっともったいぶって、ちょっと温めてもったいぶって、はい。ところでそのね、なんか、はい、体がね、ご不自由なようなんだけども大丈夫ですか。そうですね、まあ、今のところ大丈夫です。今のところ大丈夫ですか。ああ、そうですか。はい、はい。で、なんかこう事故なんですか。そうですね、まあ、12年前にちょっとバイクに引かれた方なんですけども、うん、引かれてちょっと頭が割れて、ちょっと中身がプルって出ちゃった感じですね。うん？え？頭出たっていうのは何？頭の中の脳みそがちょっと見えちゃったみたい。かはい。そう。はい。いや、そうなんですか。そうですね、その写真もちょっと持ってくればよかったんですけども。そうなんですか。そうですね、ちょっとあの一回そのカルテを見て撮ったことあったんですけども、うん、あまりにもちょっとエグすぎて、その写真がどっか行っちゃったんですけども。それでじゃあ入院中の写真というのはあるんですか。あ、入院中、あ、まあそうですね、うん、ちょっと入院中の前にちょ、まあ、その前に、うん、まあ、バイクがもともと整備士を目指してて、うん、まあ、あの車バイクが大好きだったんで、あ、まあ、その頃ちょっとまあ元気だった頃、うん、あ、ちょっと戻っちゃったっすね。ちょっと戻っちゃったな。あ、そうですかね。そうですね、はあ、まあ、これはちょっと車が大好きだった頃の写真なんですけども、うん、これ見えますかね。まあこれ、あ、車、はあはあ、そうですね、これはちょっと自分の中で伝説なんですけども、はい、まあ、買って7時間で廃車をしてしまったっていう車で、はあ、ですね、はあ、まあ、まあそのぐらいまあ車が大好きすぎて、うん、まあそんな感じで、まあ、まさかのバイクに轢かれたという、うん、はい、そうなんですか、はい。それで入院中のなんかすげく辛い入院生活を送ったと。そうですね、まあ辛かったですね、はい。そうなんですか。でその時の写真が今あるんですか。あ、そうですね、ちょっとじゃあこの次のポンってやるといいかな。これちょっと元気になり始めた頃だと思うんですけども、あ、まあ、あの頭も割れたんですけども、うん、その時にちょうど頸椎、うん、首の3番目の骨が亜脱臼って、うん、あと数ミリずれたらあの、うん、即死、呼吸停止で死んでたっていう形だったらしくて、はい、ですね。そうなんですか、はい。死んだって本当にもうじゃあ死ぬ、亡くなる寸前だった、寸前だったっていうか、もうリーチ、もうあと1個いったらあの上がった、
もうゴールだったみたいですね。ゴール、はい、ってことは何、もう三途の川目の前に見えたぐらい。多分まあここ真っ白に引っ越してきてなんかやっと理由が分かったんですけど、うん、多分事故当時六文銭多分持ってなかったと思うんですよね。何そういう話かい。六文銭はそうで多分渡し金がないから返らされてでどうしても渡りたくて多分平泳ぎか横泳ぎで渡ろうとしたと思うんですよね、うんうんうん、そしたらなんか多分三途の川に右半身の部分を置いてきちゃったみたくて、うん、もうちょっと障害で右半身が悪くなってるんですけども、それって大体ね、はい、笑って話すじゃねえ、話す内容じゃねえでしょそれは。あ、まあ結構今だからこう笑えるんです、うん、笑えるんですけども、まあそうですね、当時はもう全然笑えなかったんですけど、今でもこれもネタだなと思って、うん、あ、そういうことをネタにしてすごいですね。いやもうなんかもうそまあ半分の代償を失ったんで、なんかもうそれもネタにしなきゃこうやっていけないなっていう部分ですかね。 それでよく今元気じゃん、そんな大事故やって。おかげさまで、はい、うんですね、それに何入院した時はそんな元気だったの。もう入院した時はそうじゃないそうじゃねえでしょ当時はね。そうですね、うん、もうちょっとじゃあ2枚目3枚目の写真見てもらうと、うんうん、これがもう事故直後の結構な写真ですよね。あ、もう多分これ死んでんじゃないかなっていう写真ですね。ねえ、はい、もう笑って見る話写真じゃねえな。ちょっと、ね、ちょっとそうですね。でもこれは結構最初の頃は笑えない、まあ深刻に話したんですけども、やっぱり深刻になりすぎてこうなんか話しづらくなっちゃったんで、うん、これをどううまく伝えていこうかなと。なるほど、はい、さすがミュージシャンだな。いや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 、それも何そのコンサートかなんかでネタにしてるの。そういう話。あ、まだそういえばやったことないですよ。これもネタにできますね、いやでも聞いてる人があんまりあんまり笑ってね、今俺笑って聞いちゃったけども、ね、はい、笑って聞かれないですよね。あ、うん、それで何家族いらしたんでしょ。その今もそうだけども。そうですね、はい。で家族どうだったんですか皆さん。いやもうその事故当時は今夜が山だってよくドラマセリフで、なるほど、親族全部かき集められて、うん、でだったらしいんですよね。でやっぱまあ難を逃れて、うん、まあずっと、まあ、半年以上、うん、そうですね、病院生活だったんですけども、ですね、まあその時、うん、まあ最初のうちはもう訳が分からないからだったんで、うん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 、まあ、はい、治るだろうと思って、うん、でだんだんこう意識がはっきりしてくると、うん、だんだんそのもともと整備が大好きだったんで、うん、そうね、さっきお話ありましたね、車が使え、動く、なんだ、整備できないってとか、うん、体になってしまったってことでもう転職を失ったっていう押し込みと、うん、ああそうだね、はい、であとまあ事故で、うん、まあ引いた加害者に対する恨みとかがもう最初の頃、なるほどなるほど、うわーってぐちゃぐちゃしてましたね。 そうですね、はあ、それご家族も大変だったよね。ご自分もそう大変だけどもご家族も大変ですよね。そうですね、もうだからその時、うん、まあそのもうフラストレーション、まあイライラ、いろんな思いをもう、まあ、ある日病院から電話で話してる時に母にちょっと当たってしまったんですよね、うんうん、なんでこんな体なんだっていうのと、うん、なんで楽にしてなかったんだとか、いろいろもう、なるほど、でなんで加害者は一回も山に来ないんだとか、いろいろぶつけてたんですよ、ね、お母さんにぶつけちゃった、ぶつけちゃったんですよね。でしたらやっぱり電話の向こう側で母が泣き、うん、ちょっと涙声で、そりゃそうだな、そんなこと言ってもしょうがないじゃないのよって言って、前向いて歩こうよ、一緒に歩こうよって言ってもらった時にハッてしたんですよね。やっぱその時に何ですかね、自分が一番こう世界で最悪もう非行だと思ってた状態だったんですけども、その母の涙を聞いた時に当事者でない母がそこまで悲しんでくれてるっていうのを分かった時に、もうここまで来てまだ母に迷惑かけるのかと思った、いろんなものがこう来て、もうそこから考え方がもう変わったというか、もうそのままスポンってこうなんか抜けた感じでした、ね、ああなるほど、はい、そこから今の大島さんになった、なっちゃった、ああなっちゃったかうーん、で音楽になった、音楽を目指した。そうですね、車やめて、車やめて何かないか何かないかと思った時に、でなんか今写真がある、写真これ、うん、あこれちょっと飛んじゃうかな、うん、ちょっとじゃあ戻しますね、うん、そうですね、それがそれがそうですね、こっちから行った方がいいかな、
それがあの、まあうん、そのリハビリ病院の時に、うん、やっぱりそのリハビリとリハビリの間になんかすごい時間があったんで、うん、なんか楽器やりたいな、うん、片手でもできる楽器で、まあ、ここで吹いてるんですか。これそうですね、ちょっとそこの時にハーモニカと出会って、うん、ハーモニカだったら片手できるじゃんってことで、うん、で入院中練習してて、うん、でそうですね、ちょっと良くなって退院してから、うん、あのそのお世話になった病棟に、うん、僕ハーモニカ吹けるようになったんで演奏させてくださいって言って、うん、なるほど、出してもらった写真ですね。はい、それであのね、先日お伺いしたらなんか東京で生まれ育ったというか、そうですね、もともと東京の小平っていうところで、うん、まあ、本当もう東京の端っこの方だと、もうちょっと言ったら埼玉とか、うん、そういう多摩とかその辺なんですけども、それで何、どうして松代に、松代好きで、今豊坂でしたっけ。そうです、豊坂に縁が、ご縁がありまして、うん、なんでこの東京からこの山の中の、何か豊坂って言えば山の中じゃねえのいや、こっち来てよく言われました、豊坂ってよく言われるんですよね。え、豊坂っていいとこだよ。すごいいいとこなんですよ。いいとこなんですよ。いや、自分が住んでいいとこだなと思ったんですけど皆さんの反応があれ、そんな反応されるとこなんだっていうところでああ、で何、豊坂にも求め、いや本当の話で豊坂求めてきたんじゃないんでしょ。あ、いや、そうですね、あの松代が、まあ、ちょっと、まあ、いろいろもっと自然的な生活、うん、自然の中で体直したいなと思っていろいろ回ってたんですけども、うん、その時に三度あの水上山の方にちょっと寄らせてもらって、うん、3度目の時に、あ、なんかここに住みたいなと思って、うん、そうですね、この夢空間さんにちょっと、うん、あの飛び込みできて、あ、で、空き家とかありませんかね、水上山の近くに、うん、って言ってご紹介していただいた家がたまたま豊坂だったっていう。あ、そうなんだ、はい。であとその豊坂とその今のなんだっけ、はい、また忘れちゃった、何笛、あ、イオンカですかね、あ、うん、担当的、あ、担当的、うん、イオンカですね、はい、それも出会ったんですか。そう、その時に。そうですね、それ前から、その前には出会っていて、うん、まあ、東京でもちょちょと演奏とかしてたんですけども、うん、はい。でそのなんか写真があるんですかね、その。そうですね、じゃあ、担当的、担当的、担当的、うん、これ出てますかね。これがまあそうですね、これ、うん、まあ、この奏者でもあって制作者でもあるマーキー・ジョモラさんって方で、うん、この方がそうですね、まあ、この材質的にウドでできているの で、うん、で、あ、ウド、はい、ウドってあのウドの大木のウド。そうですね、ウドの大木のウド。これウドなの。これがウドなんですよ。これがちょっともうポンって送るとあれなんですけども、これ分かりますかね。これあのマーキーさんがその北海道のからいただいている形なんですけども、本当に大きな木、もうこれで中、ウド、中空、中 空洞なんですよね、うん、で、藤をちょっと抜く形で作るという、はい、次はどうなんですか。はい、次が、あ、これは何ですか。これはそうですね、これ、うん、まあ、あのアイヌの民族の楽器と、うん、あと、まあ、この、まあ、昔の古文書でその長いのを吹いてるのありますよね、うん、この時にやっぱりアイヌの人も吹いたんじゃないかっていうのと、まあ、この巻貝みたいなのが小サブエといって、うん、これ植物の皮を、あ、やっぱり植物、はい、で、あのホラガイみたいな音で、うん、まあ、コサ人の人が昔、うん、戦闘時に吹いてたんじゃないかっていうふうに一切が残ってるものですね。はい、で、これで写真終わりですか。これ写真で、あとは演奏ですかね。演奏の写真、演奏です。あ、これは何、どっか石、どこですか。これなんか石で向かって吹いてるんじゃないですか。そうですね、これ岩倉、ちょうど岩手の方に、はい、まあ、お米をちょっと やらせていただいてるんで、うん、まあ、原種の種もみの亀の王っていう種もみもらいに行った時に案内してくれた友達がぜひここで吹いてって形だったんで、奉納演奏させてもらったところですね。奉納してるんだ。そうですね、はい、はい。でその次が、次、これはこれ水上山ですね。水上山で、あ、水上山ね、裏の井戸のとこで、はい。でこれもうちょっと送ると、これ今ちょっと今取り壊されてしまった大日堂ですね、水上山登山の、はい、そうそう、去年かなんかね、去年の12月に壊されちゃったんですね、はい、で亡くなる前にちょっと大日堂の登山山らしの登らせる前、登らせてもらう前にちょっと今から登りますって形でご挨拶してた時の写真ですね。はい、そうですか。これそうですね、これで、はい、写真は以上ですね。そうですか。いやいや、時間もねだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、はい、何か一言言っておくことありますか。特にないですか。そうですね、まあ、うん、まあ、珍しい楽器なんですけども、もともと倍音で響きの楽器なんで、うん、まあ、音色があるわけじゃないんですけども、その空間の響きとかでこう音を出せる楽器なので、まあ、読んでいただいたところの音が出たりとかするので、うん、ぜひ
ご縁があったら。わかりました、はい、それでもね時間もあんまりないんですけども、はい、最後にこのもう一回吹いてもらっていいですかね、はい、それで、その お聞きしながらね今日はお別れしたいと思いますが、はい、それではどうぞ吹いてください。はい、ありがとうございます、ね、時間の限り、吹いていただいて、はい、それで今日はあこれあちょっとあこれはいこれちゃいましたじゃこれお願いします。これはい、あこれカメラ撮りますかね。はい、そうですね、演奏のということで来6月の19日に真っ白の、そうですねもうちょっとでいいかな、樋口邸ってところで演奏させてもらいますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。6月19日、はい、1時半から、はい、なります。ぜひね、はい、お呼びください、はい、よろしくお願いします、はいはいはい、それでは聴、はい、きながらお別れしたいと思いますがお願いします。はい、はい、お知らせを、はい、あれ今日は三田さんいないんですか。今日ね、うん、なんか花粉症かなんかのちょっと影響らしいんですけど、お休みで、はい、いやピンチしたご苦労さんです。はい、でお知らせは、はい、はい、お知らせはですね、はい、今いただいたんですけど、うん、真っ白西条のしだれ桜と、はい、小路巡りですかね、平成28年で前最初から読んじゃったよ、4月16日土曜日9時30分から12時まで、はい、受付は9時からです。はい、集合場所は青垣公園、はい、参加費500円で、はい、大勢の皆さん、はい、来ていただければと思います。はいはい、今渡されて今一生懸命読みましたね。はい、読みました。はい、ぜひおいでください。はい、はい、ぜひたくさんの皆さん、おいでください。おいでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは来週の予定を、来週は、はい、第286回しゃべくりますしろ、はい、4月18日ですが、はい、小松姫プロジェクトと、真田節の CD 化について、お、小松姫プロジェクトの代表松野義邦さんが出演されます。はい、どんな内容聞いてないね。聞いてないです、はい、聞いてないですね。はい、久しぶりにまた、パーソナリティは西澤俊恵さんということです。吉江さんですか。はい、いつも覚えなくすいません。はい、難しい時代、そういうことですけど、はいはい、よろしく。内容はもうここに書いてある通り、はい、書いてある通りです。はい、予告ならですね。はい、あ、予告そうですね。そこでツッコミじゃないね。そうだね。なんでそこでツッコミ言うんだよ、ね。はい、そういうことです。はい、はい、そういうことだそうです。それでは、はい、あまりよく分かんないけども、はい、来週に喋りましょう。どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。